この度は、令和3年度経済産業省委託事業、中堅・中小企業向け、新一先国税制及び税務ガバナンスに係る情報提供オンラインセミナー、各国・地域の税制概要とホットトピックス、フィリピン編をご視聴いただき、ありがとうございます。デルイト・トーマツ税理商人で国際税務業務を担当しております。シニアマネージャーの藤村隆と申します。 本日はフィリピンの税制概要について解説したいと思います。こちらのスライドではフィリピンの法人税の概要をご説明しております。まず居住者の定義というところでございますが、フィリピンにおいて設立されている法人についてはフィリピンの居住者ということになります。こちらは 設立国準拠主義というところで、日本と同様の考え方になります。居住者の課税範囲というところでございますが、全世界所得課税ということで、こちらも日本と同様のコンセプトになります。税率でございますが、近年税制改正がございまして、従前の法人税率30%だったところから25、25%に引き下げると、 という改正が実行されました。これによってですね、法人の負担が引き下げられているというところになりますので、ご留意いただければと思います。また、フィリピン特有の論点として、ミニマムタックスというところが挙げられます。2020年7月から2023年6月までは1%、2023年7月以降は2%というところになりますが、 事業開始後4期目以降ですね、売上総利益が課税標準として算出された金額が通常の法人税額よりも大きい場合には、こちらのですね、最低法人所得税というところが課せられてくるというところになります。課税所得計算といたしましては、 そうですね。えー、えーえー、利子のところに関しましては、えー、いわゆる過少資本税制ですとか、えー、課題支払い利子税制といったところが、ないということになります。えー、支払い利子のですね、損金算入額は、受取利子のですね、えー、20%に制限されるという規定が、えー、法人所得税率25%の法人というところで、適用されますので、 こちらご留意いただければというように思います。基金不算入項目といたしましては、まあ、受け取り配当が挙げられまして、国内子会社からのですね、配当は免税ということになります。一方、外国の子会社から受けるですね、配当は原則として課税ということになるんですが、 こちら記載したですね、3つの要件ですね。具体的には、フィリピン国内にですね、送金され、かつそういったその配当のお金がですね、翌事業年度以内に特定の事業活動に再投資される。また、配当の支払い者の外国法人はですね、20%以上の株式を2年以上直接保有されているという要件をクリアする場合には、 外国会社からの配当であっても、免税になる余地があるということになります。キャピタルゲインロスの取り扱いということになりますが、キャピタルゲインはですね、通常の法人所得税率に課税されるということになります。えっ、ー、ですね、税率というところでございますが、非常常株式の売却ということによるキャピタルゲインはですね、 15%のキャピタルゲイン税ということになります。まあ、その他ですね、上場株式のですね売却益の特例といったところがですね、一部ありますので、こちらご留意いただければなというように思います。欠損金についてはですね、まあ、原則3年の繰り越し期限というところで、 一般的な諸外国の国腰期限に比べると短いかなというところになりますが、COVID 関連の特例措置ということで、こちら2020年、2021年のですね、欠損金については5年の繰り越しが認められるということになります。繰り戻し還付の制度は基本的には存在しないということになります。また税率ですが、 えー、先ほどですね、お話しさ、えー、し上げました通り、えー、25%にですね、まあ、引き下げられているというところでございまして、まあ、かつ一定の中小法人に関してはですね、軽減税率20%が適用される場合、えー、もあるというところでございます。えー、日経企業はですね、えー、フィリップ 日本の法人に投資した後のですね、資金加入の源泉税というところで、こちら資料を取りまとめております。利子配当使用料が考えられるところではございますが、いずれも国内税法上はですね、利子であれば20%、配当使用料であれば25%とかなり高めのですね、源泉税率になっているというところですが、ごえー所えー所税 条約がです、ね、もし適用できるという場合には10%ないし15%の軽減税率が適用されるということになります。進出時のですね、資金注入方法の比較に係る留意点ということで記載をさせていただいておりますがまずですね、源泉所得税の観点から申し上げますと 配当についてはですね、10%ないし15%の減賛税。利息についてはですね、10%の減賛税が適用されるということになります。また、諸外国ではですね、よく適用されている、ま、過少資本税制とか、課題支払い利子税制といった制度は、現状においてはないということになります。ただですね、外国投資法に基づく一定の規制というところは、 えー、ありえますので、まあ、こちら投資時にですね、えー、ご確認をいただければなというように思います、えー、撤退時のキャピタルゲイン課税というところでございまして、えー、非常上株式のですね上位取引については、まあ、原則としてですね15%の税率で減、えー、税の対象となるということになります ただ、日本とのですね、租税条約におきましては、えー、対象会社がですね、不動産を保有する法人ではないと、不動産をメインで、えー、所有する法人ではないということであれば、えー、フィリピン内での課税というのは、えー、適用されないということになるかと考えられます。また、えー、売却対価がですね、公正な時間に満たない場合ということでございますが、 いわゆるドナーズタックスと言われるですね、まあ、寄付金税制というところが適用される結果、この差額についてですね、6%の寄付金税が適用され、かつ当該寄付金税制についてはですね、所税条約の減免、ね、規定というのは適用されないということになりますので、こちらですね、ご留意いただければというように思います。 また、生産時の残余利益に対する課税というところでございますが、こちらですね、残余利益の分配というところで、キャピタルゲインとして扱われるというところでございますので、卒業条約のです、ね、適用を受けられる場合には、こちらはですね、課税が生じない可能性があるというところでございます。 こちらのスライドでは、進出形態の違いによる課税範囲の相違というところをマトリックスでまとめているというところでございます。子会社形態で進出した場合には、所得については全世界所得課税。支店形態で進出した場合には厳選、支店にかかるですね、帰属利益に対しての国内厳選所得にのみ課税ということになります。 で一つ特徴的なところといたしましては、えー、支店からのですね、利益送金についても、減、え、税、ー、税が適用されるということでございまして、まあ、国内法上15%、えー、租税条約の適用を受ける場合でも10%のですね、減、え、税、ー、税が適用されるということですので、えー、こちらご留意いただければと思います。 えー、雇用にかかるコスト、付加価値税、まあ、その他の間接税というところで、えー、こちらに、えー、取りまとめておりますので、えー、お時間のある時にご確認をいただければと思います。えー、法人税にかかる各種優遇税制措置というところで、えー、こちらにまとめております。えー まあ、あの、こちらですね、えー、税制改正によって、えー、内容衣替えされたところもありまして、えー、よくですね、日記企業様、えー、まあ、ペサというですね、特例制度を耳にされたこともある、え会社様もいらっしゃるかなと思いますが、まあ、そちらはですね、この IPA 登録企業という優遇税制の、この輸出企業というカテゴリーの制度がですね、 従税のペサの取り扱いを踏襲しているというところになります。国内企業というところは、まあ、旧来 BOI と呼ばれていた優遇税制を踏襲したものということになっております。えー、ペサはですね、まあ、今輸出企業の特例ということになっておりますが、非常にですね、えー、日系企業にあの適用が多いという制度でございますので、 もしですね、該当する対象業種であり、かつですね、優遇税制を適用しない、検討しないという場合には、ぜひですね、あのご検討いただければなというように思います。また、地域統括会社のですね、まあ、特例というところも用意されておりまして、まあ、なかなか日系企業でですね、フィリピンに統括機能を持つ会社様というのは、 はい、あの、限られているかなというふうに思いますが、こういったですね、制度も一応あるということになります。こちらのスライドではですね、日本との租税条約に基づく P 規定というところを記載しております。特筆すべきところといたしましては、代理人 P のところですね、注文取得代理人ですとか、 在庫保有代理人のですね、代理人 PE の規定が条約上備わっているというところになりますので、ご留意いただく必要があるという点と、あとはサービス PE のですね、規定もございますので、例えばフィリピン子会社にですね、親会社から人が派遣されてですね、長期間何らかのそのコンサル業務をすると、 いうような、えー、場合においてはこのサービス PE のですね規定に抵触してしまう可能性もあるというところですので、えー、ご留意いただければと思います。えー、なお、えー、MLI 条約への署名ということで、えー、申し上げますと、えー、現状なしということになっておりますので、まあ、従前からのですね、租税条約をまあ参照すればよいということになります。 税務調査及びですね、税務訴訟に至るまでのですね、一連のフローをですね、こちらのスライドで記載をさせていただいております。フィリピンですね、税務調査から訴訟に至るまで、なかなか時間がかかるというところもありますが、ご参照いただければと思います。 こちらではですね、フィリピンからの、フィリピンにおけるですね、ホットトピックスというところを記載をさせていただいているというところでございます。冒頭のですね、産業ほどの緑の字で記載しているところが、まあ、最も重要かなというふうに思いますが、税務調査時にですね、調査が入るという通知が、 えー、来た場合には、えー、速やかにですね、まあ、信頼できる会計事務所弁護士にまあ相談するというところがま望まれるということになります。まあ、その点一番目のところにですね、えー、記載させていただいておりますが、えー、本来ですね、えーえー、認められるべき異議申し立てが、えー、認められなくなってしまったりというようなことですとか、えー、初動の対応がですね、えー、誤った対応をしてしまうと、 いうようなですね、ことも考えられますので、こちらですね、えーまあ、綿密にですね、連携をする、務アドバイザーと連携するというところが必要になってくるかなというように考えられます。また、まあ、アジアの国というところでよくある話ではございますが、まあ、根拠が不明確かつ不合理な指摘というところが多いという特徴も、まあ、残念ながらあります。 例えばということで、2番目に記載をさせていただいておりますが、VAT の調査においてですね、申告と会計帳簿上のですね、会議に伴う指摘というところを言われるというところも参見されますので、こちらですね、ご留意いただければなというように思います。また、フィリピン進出企業からよくご相談いただく話として、 まあ、租税条約のですね、適用申請に関するその期間が非常に長いというところが、えー、よく言われるところとして挙げられまして、えー、近年はですね、えー、少しずつ改善されているというところを、えー、聞いてはおりますが、えー、それでもですね、長い期間、えー、要するような場合もありますので、こういったその租税条約に関するですね、適用お考えの場合には、 前広にですね、タックスアドバイザーにご相談いただくのがよろしいかと存じます。VAT のですね、還付というところで、還、まあ、付申請を行うか、将来のですね、未払いの VAT の操作を行うかというところの選択においてですね、当局がですね、還付になかなか応じないというような話もですね、よく耳にするところでございますので、 こちらご留意いただければというように思います。またですね、えーまあ、ドナーズタックスというところは、あの、先ほど少しご説明させていただきましたが、まあ、分かりやすい形での停電譲渡ということだけではなくてですね、えー、例えば、あの100、100%のグループ間での、まあ、現物出資などでもですね、えー、この、えーえー、ドナーズタックスのですね、論点を え、指摘されたというような事例がですね、日系企業で複数上がっているところもございますので、こういったところですね、再編等を行う場合には、こういったとの寄付金税,税制というところが適用されないかどうかというところも含めてですね、ご検討いただく必要があるかなというように思います。 COBIT 関連のですね、取扱い特例というところでは、こちらに記載をさせていただいておりますが、特にあの欠損金の特例というところは、範囲がですね多、多い、広いというところも考えられますので、特にですね、ご留意いただければなというように思います。はい、えっ、ー、と、ここからはですね、フィリピンの移転価格税制の概要、ホットトピックス等というところで、 ご説明をさせていただければと思います。移転価格税制のですね、導入時期といたしましては、まあ、2013年というところになります。で、まあ、5番目の方にですね、記載をさせていただいておりますが、APA マップの適用可能性というところでは、残念ながらフィリピン側のですね、国内側の規定が整備されていないというところで、導入検討はされているというところでございますが、 足元では実務上の適用可能性というところは基本的にはないということになろうかなというように考えられます。こちらのスライドではです、ね、ローカルファイルの必要な提出が必要なです、ね、納税者ということで記載をさせていただいているところになります。 基本的にですね、こちら列記している1から8番まで列記をさせていただいているところにはなりますが、1番から4番のいずれかに該当し、5から8のいずれかに該当する納税者というところが対象というところになります。1から4までがですね、まあ、要件的な規定ということになりまして、 5から8がですね、金額基準というところになりますので、この組み合わせでですね、該当するしないというところを判断されるということになります。ローカルファイルのですね、作成期限としては、確定申告書の期限というところになってまして、提出期限はですね、当局からの要請、要求があってから30日以内ということになっております。 また、後ほどですね、ご説明しますが、まあ、RPT ホームというですね、関連投資者取引に関する、まあ、のフォーマットがあるんですが、まあ、そちらとですね、その添付ファイルを提出しないという場合には、まあ、一定の罰金があるということになりますので、ご留意いただければというように思います。えー、フィリピンにおきましては、まあ、マスターファイルはですね、えー、制度自体、まあ、未導入ということになっております。 こちら、CBCR のですね、概要というところになりますが、フィリピンにおいては、ですね、こちらも制度がですね、未導入ということになっておりますので、作成義務とは基本ないということになります。はい、こちらでは、ですね、金当初に関する法務提出制度の概要というところになります。 えー、2020年3月31日決算期以降のですね、えー、決算期の会社を対象に、えー、一定のですね、要件に該当する納税者は、えー、関連当社取引に関するフォームというものを、えー、提出しないといけないということになります。まあ、いわゆる RPT フォームと呼ばれるフォーマットでございまして、えー、こちらですね、01、まあ、から04、まあの、まあ、いずれかのですね、 法人納税者に適用されるということになります。こちらですね、記載すべき情報としては、納税者のですね固有情報、関連者の情報、取引の情報、その他ということになっておりまして、こちらをですね記載して提出することが必要になってくるということになります。 こちらですねこちら、関連投資に関するォームのですね、続きということになりますが、従来ですね、移転価格文書等を含むですね、一定の書類をですね、RPT ォームの方に添付することが求められていたというところになりますが、2020年12月にですね、公表されたレギュレーションに基づいてですね、定数値の添付はまあ不要となったというところになります。 まあただ、こちらですね、RPT ホームをですね、提出するような納税者に関してはですね、結局のところですね、当局から提出を求められることがあるということがありまして、その場合にはですね、要求から30日以内に提出する必要があるということでございます。でこちらですね、RPT の添付資料といたしましては、 移転価格文書ですとか、契約書等、納税申告書というあたりのですね、書類を添付しないといけないというところになります。特にですね、移転価格文書ということになりますと、あの、要求されてですね、すぐにじゃあ作れるのかというと、なかなか難しいということだとは思いますので、 やはりですね、移転価格関連上ですね、関連当社取引があるという場合においては、こちらですね、移転価格文書を作成することがやはり強く望まれるのかなということになります。現地化は課税事例の傾向というところで、こちら記載をさせていただいているところとなります。 あの、まあ、他国でも、えー、同様にはなりますが、えー、多額のマネジメントフィーを払っているというような場合にですね、えー、こちら、えー、そのマネジメントフィーのですね、支払いの根拠ですとか、まあ、成果物をあじっくりですね、えー、精査されると、えー、場合によっては質問をですね、えー、細かくされるというところが考えられますで。そちらですね、合理的な説明ができないとなると、損金参入制が えー、否定されるということにもつながりかねませんので、えー、こちらですね、マネジメント費払う場合には、えー、理論武装をですね、しっかりと整えるというところが非常に重要になってくるかなというように思います。また、まあ、低金利無利息ローンですね、えー、貸し出しを行っている場合には、まあ、本来ですね、えー、収受すべき利息等をですね、えー、収受しなさいよという形で、まあ、構成を受ける可能性もあるということですので、 こちらですね、移転価格文書の作成や説明資料のですねご準備というところが望まれるということになります。そうですね、えー、現地当局ですね、COVID 関連でですね対応が検討されている措置というところは、まあ、現時点でですね、まあ、情報は明確なものはないというところではございますが、 先ほどからですね、申し上げましております RPT フォーマットのですね、提出に関する要件の緩和というところでですね、いろいろ要請、要望が寄せられているということでございますので、このあたりですね、将来的には何らかの措置が取られる可能性はあるかなというように思われます。 以上、各国、地域の税制概要とホットトピックス、フィリピン編について解説いたしました。本日解説した内容が、海外に事業展開する企業の皆様のお役に立てたのであれば幸いでございます。アンケートにつきましては、別途本セミナーの URL をお送りしたメールにリンクを貼り付けてございますので、そちらからご回答いただければと思います。 お手数ではありますが、ぜひご協力をお願いいたします。また、本セミナーに関するご不明な点やご質問などがございましたら、アンケートフォームよりお問い合わせください。本日はご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。